ラリッタ・ジョーンズさんですね。うん、電話でお話しした葛城遥香です。魔女の写真をお持ちだ。金は持ってきたんだろうな。ちょっとやめてください。地震？呪いだ。魔女の呪いだ。ラリッタさん、殺される魔女に。あ、ラリッタさん、ラリッタさん、ラリッタさん。ありがとう、茜ちゃん。でもこれは私のお母さんが巻き込まれた事件だし、自分の手で解決したいんだ。さあ急ごう。大丈夫？あなた、女子高生探偵の葛城亜子さんね。どうして私を？だって有名だもん。それに私もあなたのお母さん、葛城遥香さんに会いに来たのよ。母に？私は筧美緒、日本の雑誌の南米駐在記者よ。あなたのお母さんとは同業者ってとこね。はあ。どうぞ。で、話の続きなんだけど、被害者はラリッタ・ジョーンズ51歳男性。死因は毒物による内臓不全。毒物？警察から聞いた話だと、殺害動機はラリッタとの取引で騙されたと思った遥香さんが逆上とあるわ。まさか、そんなことでお母さんが人を殺すなんてありえません。ええ、私もそう思うわ。だけど取引って一体何よ。魔女の写真。え？魔女の写真よ。はるかさんはそれを手に入れるためにラリッタと会っていたの。魔女って？この辺りでは古くから魔女の伝説があって人々に恐れられているんだけど、最近本物の魔女が現れたという噂が立ってね。その発端が実はラリッタの写真だったのよ。彼はこの国にある古代遺跡の調査に同行中、魔女に遭遇したらしいわ。その時撮った写真を
はるかさんは買おうとしていたの。なぜお母さんが魔女の写真なんか。だけどね、警察によればラリッタの持ち物から写真は発見されなかったらしいのよ。でも私は実ははるかさんは写真を受け取ってるんじゃないかって睨んでるの。それってお母さんが写真を隠し持ってるってことですか。警察に話せば没収されちゃうでしょ。殺人の容疑をかけられてでも守りたかったんじゃないかと思うの。それほど大事なものってこと。会って確かめてみない。え、刑務所の囚人たちは6時の夕食の時に別棟に移動するの。その時に金網のそばを通るから、うまくすればお母さんに会えるかもしれないわ。本当ですか。よし、そうと決まればもう少し腹ごしらえしておかなくちゃ。もうそろそろ時間ね。ミオさん。え、何？魔女って何者なんですか。そうね、そもそもの始まりは20年前に遡るの。20年前。当時この町にセレンという若い女性が住んでいたの。町役場に勤めてたんだけど、時々予言をしたりとか何か不思議な力を持っていたらしく、魔女なんじゃないかと騒がれていたらしいわ。不思議な力。今その女性は死んだわ。え、死んだはずだったの。セレンはある日突然姿を消した。そしてその1年後、遺跡で白骨化した形で発見されたわ。白骨化。魔女を恐れた人たちがセレンを拷問にかけて殺したって噂は残ってるんだけど、結局何の証拠も見つからなかったみたい。拷問ですか。じゃあ今回写真に写っていた魔女っていうのは。それもはっきりしないの。ラリッタは実際セレンを見たことがあったらしいんだけど、彼が死んだ今となっては誰もそれを確認できないまま、第一写真が出てこないことにはね。正体不明の写真の女性。お母さんはなぜその写真を。移動のベルだわ。お母さん。お母さん、お母さん、お母さん。ヤコ。お母さん。ヤコ、ヤコ、お願い、これを。早く。おいこら、お前そこで何をしている。お母さん、お母さん、お母さん。無理よ、ヤコさん、これ以上は危険だわ。一旦引き上げましょうね。お母さん大丈夫？ヤコさん。はい、大丈夫です。しっかりしなきゃ。私がお母さんを助けないと。ねえ、何握りしめてるの？あ、そうだ、これお母さんに手渡されたんだけど。写真じゃない。やっぱりラリッタから受け取っていたのよ。え、じゃあこれに魔女が。肝心の顔が潰れててわからないわね。折りすぎだよ、お母さん。まあいいか、持ってれば何かの手がかりになるかもしれないし。そうね、明日詳しく調べてみましょう。はい。ヤコさん。この人たち。ヤコさん、何するの。離して。誰か。
ちって。わからないけど、ひょっとしたら反政府ゲリラかも。え、この国では今ガスパイプラインの工事を推し進める政府軍と、それに反対するゲリラたちとの間で一触即発の状態が続いてるの。私たち人質にされたのかも。かよ、無理やり連れてこられたに決まってんだろ。五代さん、後ろ。まったく、いつまで経っても貴様は我が輩の足手まといにしかならんな。ネアロ、ネアロ、来てくれたんだ。しもべの分際で勝手な行動を取るとは。それにしてもよくここが分かったね。我が輩の秘書は優秀だからな。え、茜ちゃんが、あ、私のバッグ。茜なら心配はいらん。え、うん、ミオさん大丈夫ですか？お怪我はありませんか？え、あなたは。あの名探偵葛城夜子先生の助手です。あっちは見習い。誰がだ。じゃあ夜子さんと一緒にこちらへ。ええ、我々は別の調査を命ぜられてまして。人が悪いわ夜子さん。それならそうと最初に言ってくれなきゃ。ごめんなさい。それにしてもカバンを取られたのは痛かったわね。はい。これから何が始まるんでしょう。ああ、あれ、パイプライン工事反対派の演説集会ね。次の工事予定地にセレンの遺体が発見された例の遺跡も入ってるのよ。そうなんですか。何、地震か。最近多いのよ。それこそ魔女の呪いだなんてみんな言ってるけど、実際はこの地震も強引なガス組み上げによる地盤沈下が原因なのです。皆さん、遺跡を守るために共に戦おうではありませんか。あの人は遺跡調査団のリーダーで考古学者の鎌田教授よ。20年前の魔女の噂も絶対何か知ってるはず。何しろラリッタは彼の付き人だったんだから。え、それは興味深い。ぜひお話を。ここが自宅？多分。俺はここで待つわ。すごい水槽の数。何を飼ってるのかしら。やあ、取って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 。やだな、単なるカエルですよ。ミオさん、いいから取って。カエル程度で驚いてたら南米の取材なんてできませんよ。一体誰だ、創造神。へえ、趣味でカエルを飼ってらっしゃるんですか。
へえ、カエルもね、飼い鳴らすとこうやって餌の時間までわかるようになるんですよ。さて、ラリッタのことをお聞きになりたいとか。はい、事件当日あなたがどこにいたのかも。直球、私をお疑いなのですかな。いや、念のためにまあいいでしょう。ラリッタが死んだあの日の午後3時、私は隣町で公演中でした。公演は1時から4時、一度も抜け出していないのは客が証明しています。そうでしたか、失礼しました。いいえ、ラリッタは魔女の一件以来酒に溺れるようになってしまって非常に残念なことです。あの写真の魔女ってセレンという人と何か関係が？セレン？うん、昔の話をご存知で。先生は20年前現れたという魔女と先日の殺人事件とは何か関係があると考えているのです。それはどうでしょう。20年前の魔女騒動のそもそもの発端はある一人の男の私情によるもの。遺跡近くにあるシャラート村で司祭をしていた男がセレンに言い寄ったが見事に振られてしまった。その腹いせにセレンを魔女だと言いふらしたのが事の始まりです。それじゃあセレンさんは魔女でも何でもなく？はい、まさに流言飛語、集団ヒステリーの被害者です。では今回ラリッタが撮った女の写真というのは？死んだ人間が生き返るわけはない。何かの間違いでしょう。魔女など存在しないのです。そうだ、もう一つ面白い話があった。セレンは死ぬ前に一人の赤ん坊を産み落としていたらしいのです。赤ん坊？父親は？さあ、そこまでは私も。おお、そういえばその頃の噂で遺跡の研究に訪れていた日本人建築家がそうじゃないかって話もありましたがね。日本人建築家？その赤ん坊は？その司祭が母親の亡骸と一緒に遺跡の石室に閉じ込めてしまったと言われています。何？ひどい。我々調査隊が訪れたのはその1年後。石室からはセレンと思われる女性の骨が発見されましたが、赤ん坊の骨は見つからなかった。それじゃあ今回目撃されたのはその子供って可能性も？さあどうでしょうか、私もそれ以上は。その石室調査の時の写真があります。これです。ミオさん、これで魔女を封印したつもりだったのでしょう。昔からこの遺跡には魔力を封じ込める力があると言われていますからね。魔力を封じ込める？教授、その20年前にここにいた日本人建築家のことをもっと知りたいんですが。申し訳ないが、これ以上のことは私も知らない。知りたければシャラート村の村長を訪ねるといい。シャラート村。いやー、南米は暑いっすねー。待ってくださいよ先輩。カエル以下の頭で何を考えている？20年前の日本人建築家ってお父さんだと思う。お母さんはお父さんの死の謎を追ってここに来たんだよ。そして魔女の写真を手に入れようとして事件に巻き込まれた。それで？私シャラート村に行く。そこで全てがつながるような気がする。行きたいのなら貴様だけで行け。え？
我が輩は貴様の母親が殺人を犯したカフェを見に行こう。犯してないってば。ねえネオロ、遺跡が魔力を封じ込めるって話本当？さあな。これだけは教えておいてやろう。おそらくその遺跡は魔力を封じ込めるためだけに作られたのではない。古代の人間がこの世とあの世を立つために建設したものだろう。この世とあの世を立つ。おい何やってんだ、早く帰るぞ。おい見習い、先生がお前もシャラート村へ同行しろとのことだ。いや、なんで俺が。私も同行させて。あ、魔女の正体を確かめたいの。ミオさん。しょうがねえな。ネウロ。全てを解き明かす謎の正体に近づいている気がする。私の両親の謎ばかりではない。ネウロはどうして私の前に現れたかという最も大きな謎に。次回、サイ。この謎はもう我が輩の舌の上だ。